カーテンの向こうでポーズを取る女性を描く芸術家の後ろ姿。17世紀オランダの画家フェルメールが1666年から67年頃に描いた絵画芸術。月桂樹の冠をいただき、金管楽器と書物を手にした女性は歴史の女神で、芸術家が制作するには知識が必要な物語の絵を専門とする知的な画家であることを示しています。芸術家はおしゃれな衣装をつけ、豪華な金属のろうそく立ての下で白と黒の市松模様の床面が特徴の贅沢な作りのアトリエで仕事をしています。本来なら汚れてもいい服と場所で制作するはずの画家を、小綺麗な仕事場と衣装で寓意的人物を描く知的な芸術家として表す本作は、画家を社会において高く評価されるべき存在として表しているようです。